おはようございます、コウマです。少し前ですね、制服という考え方で、紹介しました。最近このビジネスタイルですね、黒いスーツに、白いシャツで、仕事をしています。その時にこちらのアイテムを購入しました。これを紹介したいと思います。これが入ることによってよりこのカチッと感が生まれるかなという気がしています。ではスタート。はい、今回こちらですね、本当にシンプルな形なんですけども、もうハンカチみたいなサイズですね。広げるとだいたい22センチぐらいでしょうか。こういうサイズでですね、本当にこういう畳んで、入れるだけと思いますね。そして、まあ、5ミリぐらいでしょうかね。さっと入れるとまた雰囲気が変わりますよね。そしてこれをですね、もう少しラフに入れるといいと言ってましたね。真ん中をつまんで、そしてこれを折ってして入れるだけ、プチュプチュって感じですね。そうすると華やかな感じになるかなと思います。まだ慣れてませんけども、品はですね、よく見るとこういうペイズリーの模様が入っています。このよく見ると模様が入っているというのはおしゃれですよね。画面上で映りますでしょうか。ドット柄と迷ったんですけども、最初はまあ無地でですね購入しようかなと思ったんですけど、まあ、スーツがまあ黒、そしてシャツが白なので、まあ、少し柄が入ってくるのがいいかなと思って購入しました。ちょっともう一度やってみましょうか。開いて、見えにくいですね、広げて真ん中をつまんで、いくつかまあ方法はあるみたいなんですけども、もう一度やりましょう。全然慣れてません。クチュクチュっとして、そしてここを折るって言ってましたね。そしてこういう感じで花みたいな感じにつけるって言ってましたね。そして、またどうだったかな。まあ、このようなシンプルな形で折る方法もあるとか言ってましたね。またいろいろ調べてみたいと思います。何か段をつけてとかも言ってましたね。こういう感じかな。基本まあビジネスの時はこっちか、これでこうただポケットのサイズに折るだけでこちら側に刺すっていうことですね。また新鮮な制服の楽しみ方ができるかなと思います。でポイントはですね、こういうのがあるじゃないですか。これをですね、まあ、見せないようにするということで、まあ、これをカットする方もいるみたいですね。これはシルク 100% ですね。結構いいですね。表情が美しいです。本当にこのシルクの光沢のペイズリーは綺麗ですね。また清潔感も出るので、いいかなと思いますね。皆さんもぜひこういう楽しみをしてみてください。はい、いかがでしょうか。どうでしょうね、こういうのを楽しむというような心も必要かなと思っています。
またこういうアイテムですね、まあ、あまり増やしたくないんですけども、よく見ると模様が入っているとか、少し、違うシーンの時には違うものを入れたりすることによって、雰囲気も変わります。そして畳み方ですね、それを変えることによって、ビジネスシーン、または少し、飲食のシーンとかですね、バーのシーンで変えるかなと思います。楽しい新鮮な気分ですね。私はちょっとネクタイを、まあ、しない方なので、こういうものとか、時計とかで、カチッと感を出しています。皆さんもぜひ試してみてください。もしこの動画が楽しければいいねボタン、チャンネル登録です。ではまた。